ハロー、アズルワン。皆さん、こんにちは。怪獣さつき .com へようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は、三重県立図書館に行ったらですね、地味なんですけども、とてもびっくりするイベントをなさっていたので、それをご紹介したいと思います。こちらです。はい。子供のための、イベント3連発なんでございますが、これ、三重県立図書館でね、やっているもので、これが初めてということではなくて、ずっと継続されているらしいんですけれども、まずこれが小学3年生から6年生対象で、1日子ども司書。司書なので、何するんですかね、司書のお仕事を体験しますということなので、児童コーナーでのカウンター体験、だから貸し出ししたりとか、書庫の整理、それからブックコート掛け。これが、持ち物に自分の本持ってきてくださいねっていうのがあるんですけども、ラミネートパウチみたいなので、濡れても大丈夫なようにするんじゃないかと思います。ということで、これね、楽しそうですよね。4月23日日曜日で、これはいいんですよ。で、驚いたのはその次でございまして、これ、ひよこお話し会、4月26日水曜日ということで、これも県立図書館のお話コーナーというところで、対象がですね、乳幼児と保護者で、これはお話し会でございますので、お話ですね。赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせや紙芝居、親子の触れ合い遊び、乳幼児ですからね、そんなにね、一つのところにじっと座っていられないので、そういう感じかなと思いますよね。で、これもいいじゃないですか。で、ここにね、3番目に、ぬいぐるみと一緒にお話し会&ぬいぐるみお泊まり会というのがあります。4月29日土曜日で、幼児から小学生対象ですね。で、持ち物にお気に入りのぬいぐるみというのが書いてございます。で、このぬいぐるみと一緒の話し会というのをですね、多分ぬいぐるみを、子供ってずっとこう連れて歩いたりするじゃないですか。で、ぬいぐるみ抱っこしながら、読み聞かせを大人が読んでるのを聞くのかなっていう感じですよね。で、そういう感じだと思います。で、持ち物のところにですね、お気に入りのぬいぐるみって書いてあって、格好書きで一人でお泊まりできるぬいぐるみに限りますという注意書きがあるんですよ。で、これを読んだ時に、ん?とか思って、その下を見ると、ぬいぐるみお泊まり会ね。これはそのお話し会が終了した後ですね。あと、そのぬいぐるみと一緒にお話し会に参加したぬいぐるみさんが図書館にお泊まりします。ぬいぐるみたちが夜の図書館でどんなことをして過ごしたのか、写真を撮ってお渡しします。また、ぬいぐるみが読んでいた本も紹介します。そして、これが4月29日土曜日にございますが、ぬいぐるみのお迎えという期間がありまして、5月の3日から5月18日の間にぬいぐるみをお迎えに来てくださいねということなんですよ。ね。こう、ぬいぐるみが夜のね、人がいない真っ暗になった図書館の中で、何をしていたのかとか、どういうご本を読んでいたのかとかっていうのをね、想像するとですね、それだけで小説が書きそうな、すごくないですか、これ。で、私以前からですね、図書館にね、いつ行ってもですね、私が行く時間帯にもよるのかもしれませんが、私よりもですね、人生の先輩方はですね、ゆっくり腰掛けられて、新聞とか雑誌とかご読みになっているというね、光景がもう普通でございまして、それが悪いということではないんですけれども、なんていうか、子供とか、あと小学生、中学生、高校生とか大学生とかね、そういうまさにこう成長過程で本を読むっていうのが必要だろうなと思われる年代の人が本当いないのでね、そういう人たちが、来れるようなきっかけ作りっていうのはこうイベントだと思うので、そういうのやったらいいなとずっと思っていてですね、このお泊まり会っていうのは、前々からあったら面白いなと思っていました。やっぱり図書館戦争とかね、ああいうのもこう夜の図書館に取り残されたみたいなところから始まりますから、やっぱりこう昼と夜って特にこう公共の建物って天井高いし、普通のお家と違うので、電気ついててもですね、
なんかこう、なんかいるんじゃないかみたいな感じでこうワクワクするじゃないですか。で、本読むっていうのも、普段はこう本読んでても、テレビの番組始まってるとお風呂入りなさいと寝なさいとか、いろいろこう細切れになってしまうので、すぐこう没頭して本読むっていうのが、今、みんな忙しいのね。で、子供も忙しいでしょ、塾とかいろいろあって。ないと思うんですけど、こうお泊まりになったらこうそう本しかないわけじゃないですか、図書館は。だからそこにずっといて眠たくなっても、まあしばらく読んでていいよみたいな感じになるとですね、こう思い切り読めていいなと思って、これ読んだ時にね、てっきり子供がお泊まりできるのかと思って、あ、すごいじゃないと思ったんですけど、なんとぬいぐるみさんがですね、お子様の代わりにお泊まりするということでね。それでね、まあ、一応ですね、人間のお子様を対象のお泊まり会を夏休みとかにね、する計画はないんですかと聞いたら、消防署の、許可が下りないからダメですと、もう切って捨てられまして、あ、消防さんが言うんだったらしょうがないですよね。やっぱり不特定多数の人が、こう本来宿泊を目的としてないところに泊まるというのはですね、いろいろ問題があるので、まあ、避難経路のこととかそういうことだと思うんですけれども、昔はね、許可されたんだけど、今は許可されないのだそうでございますということで、ぬいぐるみしか泊まれないというね、残念な事態なんでございますが、小学生までね、って言ってもね、まあ、ぬいぐるみを図書館にお泊まりさせて喜ぶって、まあどうですか、3年生ぐらいまでかなって感じはするんでございますが、まあ、いずれにしてもですね、楽しいイベントであることは変わりがないので、ぬいぐるみ好きのお子様がいらっしゃる方、いかがでしょうか。ということで、怪獣さつき .com、怪獣さつきでございました。See you next time! Bye!